はい、では行きましょう。三次関数の最大と最小ですね。もうここのポイントはたった一つ、書いてる通り、グラフです。以上、なんですね。なんか一瞬ややこしそうに見えるけども、もう三次関数に限らずそうです。最大最小の問題って、ややこしそうに見えるけど、結局やってることって、グラフを書くだけなんだよね。点線で書いて範囲をなぞるだけ。どういうことかっていうと、例えばさ、中学生だったら y イコール 2x 買って、こう、まあ、ちょっと適当やけど、範囲があるとして、これの最大最小を求めろって言われたら、グラフ書いたらいいだけだったんですね。y イコール 2x っていうグラフを、ちょんといつも通り書いて、あとはこの範囲、マイナス1と2のとこ、こうやって書いて、あとなぞると。で、この範囲で、ここが最小なんですね。で、ここが最大。みたいなのやるだけ。二次関数でもそうやね。点線で書いて、範囲をなぞるだけ。ここ最小、ここ最大みたいな。三次関数でもそうです。三次関数のグラフって、こんなんとかこんなんやけど、これも両方とも、はじめは、ここに書きましょうか。こういう風に点線で書いて、で、言われた範囲をなぞって、あ、ここが最小か、ここが最大かとか。で、こういう風に見極めると。これだけなんですね。だから、ここの問題っていうのは、グラフさえ書ければ絶対できます。ので、もし、ここがわからなかったら、前の動画の三次関数のグラフの書き方、それに戻ってくださいね。はい、ということでやっていきましょう。じゃあ、この y イコールマイナス 2x 3乗たす 3x 2乗引く1が、この範囲の時、最大最小どうやねんと。もうやること一つですね。グラフを書くだけ。なんで、三次関数のグラフといえば、微分ですね。微分することで接線の傾きを調べると。この微分のグラフを書く。これが一番のメインテーマやったんですね。で、グラフ書くどうやるかっていうと、y' これマイナス 6x 2乗足す 6x。マイナスやから上に凸のグラフになるなと。これを前勉強したんですね。で、あとは、ここの、この、プラスとマイナスの転換点のここの値を調べるために、y' イコール0を考えるっていうのを前回やった通りです。ここが疑問の人は必ず前に戻ってくださいね。これができないと、微分全部きついです。はい。ということで、計算すると0と1ってわかるから、これで増減評価かけるんですね。0よりちっちゃい範囲はマイナス、0と1の間はプラス、1より大きい範囲はマイナスだから、マイ、プラ、マイですね。で、微分、接線の傾きがマイナスっていうことは、グラフは下がっていくグラフやな。プラスの部分では上がっていくなと。で、マイナスの部分では下がっていくな。なんで、こんなグラフになります。だから、こう、点点点で初め書くんですね。点点点で。で、与えられた範囲を考える。なるほど、マイナス1から2かと。だからここで、点取って、そこをなぞると。こういうことをするんですね。OK でしょうか。ただ、これだけです。ほな、このグラフ見たら、最大どこかというと、ここ最大ですね。で、最小どこかというと、ここ最小やと。はい。で、この最大最小を見極めるときに必ず必要なのが、この、y の値、ここを必ず全部計算するんですね。極地の部分、そして範囲のこの際の部分、端っこの部分の y を全部調べてください。これ見たら一目瞭然やもんね。4が1ちゃんでっかいと、マイナス5が1ちゃんちっちゃい。こういうのがわかるんですね。だから必ずグラフを書いてください。ね、僕は別にやってないですけど、学校の教科書とか多くの先生は、この、際の値、端っこの、範囲の端っこの値も増減表に入れはります。ね、これも別に全然入れることが悪いよ、そんなんじゃないですよ。僕、ただちょっとめんどくさくて書いてないだけなんですけど、グラフで見たらいいじゃんって思うから書けへんねんけど、増減表に、ね、ちゃんと付け足して、ここに書いてもいいんですよ、こういう風にして。ちょっと見にくいですけどね。マイナス1の時 y が何個なる ?4 になるとか調べて。ちゃんとこの辺に増減表付け足して書いて、全然 OK です。2の時はマイナス5になるとか。増減表見てもわかるんですね。だから別にこれはなくてもいいですよ。グラフを書くのが一番の目的ですから。はい、ということで、こういう風にして最大最小を調べます。もうただただグラフですね。OK でしょうか。2番も一緒です。y イコール x 3乗引く 6x。この範囲の時と、最大最小を求めろと。なるほど、最大最小か。グラフを書きたいな。三次関数のグラフってどう書くんやったっけ?せやせや、y' ダッシュやと。y' ダッシュのこのグラフを書けると、わかるんですね。
その y ダッシュが 3x2 乗引く6やから、これ x2 乗でプラス、ここがプラスやから下に1つのグラフやなと、なんですね。で、一番知りたいのはこのプラスとマイナスの転換部分だから、それ調べるために y ダッシュイコール0を考える。考えていくと x はプラスルート2とマイナスルート2ってやなった。で、こっちがマイナスでこっちがプラスだと。で、これを見ると増減表が書けるんですね。y ダッシュはマイナスルート2よりちっちゃい範囲でプラス、この間でマイナス、この間でプラスやから、プラ、マイ、プラなんですね。だから上がって下がって上がるグラフっていうのがわかる。だからこういうふうに点線で書くんですね。上がって下がって上がるグラフを書くと。OK ですか？で、しっかり極値も取っておく。極大極小を取っておくんですね。で、この問題はグラフを書かないとダメな典型的な例ですね。マイナス1から2やと。つまり、このグラフ、ここの極大値の部分がマイナスルート2やねんけど、それってマイナス1よりももっと風なんですね。ルート2っていうのはご存知の方多いと思いますけど、1.73 ふにゃふにゃなんですね。ではマイナス 1.7 ぐらいっていうことは、マイナス1がこっち側にあると。これがポイントなんですね。同じような理由で、ルート2が 1.7 やから、この範囲の端っこの部分の2っていうのはここなんです。ね。やから、このグラフを見たら最大はここやし、最小はこの右のとこじゃなくて、こっち側っていうのがわかるんですね。これが大事です。OK でしょうか。はい。ということで、これやってグラフかけたから、これ見た後は、x がマイナス1で最大5、x がルート2で最小値マイナス4ルート2みたいになります。で、この範囲を増減表にしたい人は、そうですね、この端っこの部分だけ入れればいいんで、よいしょ、この端っこがマイナス1ですね。で、極小のルート2で、範囲の端っこの2、こんな増減表になりますね。で、ここが f'x0 と、あとはこの fx 調べた値、この辺を書いていくといいですね。5マイナス4ルート2マイナス4と、まあ、これ見ても分かるよと。どっちでもいいです。僕はあのグラフ書く方が一目瞭然なんで、グラフを書く派なだけです。はい、ということで、ここで3次関数の最大最小やりました。たった一つですね、こさグラフを書け、それだけですね。はじめ点線で書いて、その範囲の部分をなぞるだけと。それで最大最小が見えるじゃないか。そういうところです。では、学校の問題集とか、無料塾指定の問題集で、ルートを見つけて、しっかり練習していきましょう。